道端に寝転んで、ダダをこねる隣のガキ。アメリカのドナルド・トランプ大統領が韓国を訪問した際に、文在寅大統領に激怒したという情報が飛び交っている。11月7日夜に、ソウルの韓国大統領府で開かれたトランプ氏を招いての晩餐会。メニューには、わざわざ、韓国が不法選挙を続ける島根県の竹島で獲れたエビが加えられ、 元慰安婦とされる88歳のイオンス氏も招待されていた。これでは、国賓として韓国を訪れたトランプ氏をもてなすというよりも、この機会に、意図的な対日嫌がらせを内外に見せつけたかった意図が明白だ。韓国の一方的な領有権の主張に、無理やり付き合わされ、慰安婦になった経緯に関する発言内容が。 2点3点どころか、四分後列している老女に抱きつかれたトランプ氏が、誘拐だったとは思えない。晩餐会に反日メニューを出し、文在寅大統領は、トランプ大統領に、日本の悪口を吹いしたという。北朝鮮への対抗策で、トランプ大統領は圧力を選んだのに、文大統領はそれに反対、話し合いを要求した。トランプ大統領は、 安倍総理を大いに信頼しており、安倍総理の金正恩は話し合いで解決できるような相手ではないという意見に賛同した。拉致被害者と会い、各国に取引停止を求めるなど、着々と準備を進めてきたのにここに来て、文大統領が反対した。対話は平行線のまま終わり、その後、トランプ大統領は安倍総理に。 文大統領はおかしいいとと怒りをぶちまけたというトランプ大統領はすでに信頼関係ができている安倍総理の方を信じストレスを感じながら韓国での日程をこなした韓国はトランプ大統領の訪韓に合わせて徹底して日本への嫌がらせを仕組んでいた政治的な反日アピールに巻き込まれた米側の感情を 全く想像できずにはしゃぐ韓国の幼稚さはどしがたい。以前、韓国駐在経験のある外交官が、韓国は、道端に寝っ転がって、ダダをこねる子供だから、たまにきちんと叱りつけなきゃダメだと語ったそうだ。文在寅大統領は、日本への嫌がらせ構成こそが、自身の政治的地位を安泰にできると、懸命の大衆迎合主義に走っている。 北朝鮮脅威に備えるよりも、己の立場の保身を優先しているようだ。